心置きなく。皆さんこんばんは、小原好美です。この番組は私小原好美がいろんなことを心置きなくおしゃべりしていく番組です。はい、配信日が6月23日ということで、もうすぐ6月も終わってしまいますね。後半になりました。はい、ということで、自分から言うのもなんですけれども、私もうすぐお誕生日が近いということでね、リスナーの方からたくさんのメールをいただきましたので、ちょっと冒頭ではあるんですが読んでいきたいと思います。ココネーム坂本龍二さんからいただきました。ありがとうございます。小原さんこんばんは。こんばんは。お誕生日おめでとうございます。ありがとうございます。自分は魔法家のニコ生特番から小原さんを知ったので、あれからもう2年が経ちました。最初は、お、誕生日一緒か、応援しなきゃという軽い気持ちでしたが、この2年間小原さんが出演した作品を見て、ラジオを聞いて、特にインスタを見て、小原さんの声と人柄に惹かれて大ファンになりました。ただ日本に住んでいないので、こうして手紙を書くことしかできません。微力ですが、1年後、10年後、何十年後も小原さんを応援していきたいので、これからも引き続き頑張ってください。お互い素敵な27歳になりますように。そして小原さんと小原さんを応援している皆さんが健康で幸せでありますようにという温かいお手紙をいただきました。ありがとうございます。坂本龍二さん、毎回猫の黒猫の封筒でお手紙をくださる方なので、もう見つけてすぐにこの方だって分かりましたよ。同い年なんですよね。はい、じゃあ素敵な27歳にしていきましょう。そして坂本龍二さんの他にも、おみやさん、それからウィルさん、ニコさん、あとちとまるさんからもおめでとうというメールをいただきました。ありがとうございます。で、中にはね、お誕生日もめでたいけれども、生まれて1万日が私にとっては11月の14日らしくて、じゃあその日にも何かしませんかという内容のメールでした。私が忘れていなければ何かしましょう。はい。そしてね、牛乳情報も来ているんですよ。ココネームハートオーケストラさんからいただきまして、まあ内容はちょっと省略するんですが、京都にあるクローバー牧場の特別牛乳というものがあるらしくて、もうね、本当にすごい、私興味津々です。なんかご丁寧にチラシまで入れてくださってね、ありがとうございます。そして皆さん、今回は初めてゲストの方がいらっしゃるんですね。で、皆さん多分ね、私が第1回か第2回か、まあ何回も言っているんですけれども、ゲスト来るならこの方がいいっていうお話をしていたから、皆さんどの方が来るかお気づきだと思いますよ。はい。で、台本にね、今回のゲストさん、小原さんにとってどんな存在ですかって書かれているんですが、答えになってしまうんですが、簡単に言うと私の旦那です。でね、なんか私今日そわそわしていて、なんかね、ご本人がまだ到着する前から、慌ててトイレに行って化粧直しを始めたり、リップを塗り直したりとかしてて、自分でちょっと驚いてます。っていう、なんか、わたわたしたテンションのまま、お送りしていきたいと思います。それではそろそろ参りましょう。今回も私のおしゃべりを心置きなくお楽しみください。心置きなく。改めまして、小原好美です。今回はありがたいことにお誕生日記念ということで、番組初のゲストの方が来てくださいました。この方です。イエーイ、皆様はじめまして、声優の石上静香です。あ、ココちゃんの旦那です。よろしくお願いします。ココさん、ありがとう、呼んでくれて。ありがとう。私もね、
前回収録するときに、うん、じゃあ次ゲストさん呼びましょうかって話一切してなかったの。あ、そうなんだ。そう。誕生日付近だから。サプライズなのかな。そう、台本がデータとして、うん、事務所の方から送られ、うん、メールで送られてきた時に初めて知ったの。うん、あ、そうなんだ。それはサプライズだったね。そう、そう、あ、そうなんです。で、このラジオで私のことを知ったっていう方はね、うん、どういった関係なんですかって多分気になってると思うので説明すると、はい、2017年に放送されましたテレビアニメ魔法陣ぐるぐるで、共演しまして、うん、はい、石神さんが勇者様、はい、で私がくくりとして、うん、一緒にね、ツークール冒険をしていったんですよ。うん、まあ、ツークールとは言ってもね、もう半年ぐらい一緒にいたね。そうね。ラジオもあったし、ね、オーディションとかいろんな話をしたらもう一年ぐらいは経ってるもんね。うん。うん、まあ、それをきっかけに、私が一番、この業界で一番信頼していて、大好きな。私もだよ。よかった。あ、こういう感じなんです、皆さん。はい。っていう関係です。うん。でね、仲良くなってって、次第にね、旦那嫁って言い合う中に、うん、そうだね。なっていったね。だ、ココちゃん本当にすごいから、私が出てない作品でも旦那旦那って言ってくれるからさ、ちょっとこっちは聞いててハラハラして大丈夫かなって思いながら。スタッフさん大丈夫ですって言うから、あ、じゃあ言っちゃおうと思って。ねえ、最初旦那って言ったらさ、え、ココちゃん結婚してんのってみんな焦るもんね。違うよ。してない。そうだよ。そう。石上静香っていう旦那が。私が旦那です。いるんです。はい。はい。ということでね。お？あと、スタッフさんから、第二サプライズなんですけども、まあ、配信日が6月23日ということで、うん、誕生日が近いので、はい、ケーキを、ちょっと待ってよ、ました。ちょっと待ってよ、ババーン、わー、美味しそう、ココちゃんへ。これは、ありがとうございます。ちょっと早いけどね。みんな見てって言いたいけど見れないんだよね。後で写真でね。そうですね。載せているでしょう。とても素敵なケーキをいただきました。ホールケーキ。ああ。ありがとう。これを旦那からもらえるって嬉しいよ。私からはね、まあ、ちゃんとね、誕生日付近に改めてお誕生日会やるから。ありがとう。じゃあもう帰ろうかな。帰ないで。まだ尺あるから。そうだね。そうだね。そして。いやでも本当、二人、誰喋るの久しぶりだよね。前回だと、まずちがいつも出ている小林さんとやられてるラジオ、ね。そうね、そっちのラジオでゲストで呼んで。お世話になって。行こうか。そうだね。そうね。プライベートでは全然合ってるんですけど。そう、ちょこちょこ。人前で出るのはそれぶり？うん。かな。ちゃんとイベントでお客さんに会うっていうのは多分ぐるぐるのイベントが最後だったから、パッケージイベントが最後だったから。そっかー、じゃあもうだいぶ経ってるね。2年ぐらい？ 18 年の1月20、7日？もうほんと細かく覚えてる。だって気がする。そっか、そんな経っちゃうか。なかなか共演できないもんね。ねえ。まあでも共演はできなくても、うん、プライベートでね、そうね。言ってくれてたけど、ちょこちょこ会っているから、なんか、久しぶりっていう感じも。そう、私たちはね、そんな感じはしないけど。そうしないんだけど。お客さん的にはもしかしたら、あ、久しぶりってなっちゃうのかもね。うん。うんうんうん、ということで、皆さんね、びっくりされたと思うんですよ、聞いてる方は。で、そんな中、偶然にも、こういったメールが届きました。何ですか？こちら本来、ありがとうのコーナーっていうのがあって、知ってるよ、見てるよ。あ、聞いてるよか。じゃあ説明しなくてもいいね。その、ありがとうのコーナー宛てに届いたメールです。うん、ちょっと読んでいきますね。うん、ココネーム、ゆあさんからいただきました。ありがとうございます。ココちゃん、ずっち、こんにちは。ここにちは。私がありがとうを伝えたいのは、小原好美さんと、石神静香さんのズチココお友達です。うん、なぜこの夫婦に感謝しているのかというと、自然に感謝してるよ。この夫婦に感謝しているのかというと、友達と仲良くなるきっかけになったからです。へー。その友達は石神静香さんのファンで、ズチココが仲良しであることから自然と休日や授業後に遊ぶようになりました。へー。ズチココが行ったお店や川越に訪れたりして一緒にズチココへの愛を深めています。すごい。今では相談や愚痴を聞き合うかけがえのない友人です。うん。ズチとココちゃん、これからもずっと素敵な夫婦でいてくださいね。私たち二人もズチココの共演を待ち望んでいますという、うん、素敵な
すごい、ね、しかも偶然告知してないんだよね、だって、うん、偶然さすが湯浅ありがとう、わかってる、ありがとうすごい嬉しいね、湯浅さんは確か、うん、湯浅さん確かね、ぐるぐるのイベントにも来てくださっていると思うんですよね、じゃあもしかしたらぐるぐるきっかけでね、そっちのお友達とも知り合ったのかな、かもしれない ね、多分私を知ったきっかけも多分ぐるぐるだったと思うから、この方、うん、うん、まあね、だいたい初期のファンは月が綺麗かぐるぐるだもんね、そうだね、そうだね、うん、だ最新だとやっぱプリキュアとかね、かぐや様とかになるのかもしれないけど、うんうん、そうだね、うん、というね、こういう温かい、温かい、どうしたの、なんかありがとうありがとうで、台本にね、うん、最近遊んだのはいつですかとかっていろいろ書かれているんですけれども、うんうん、最近だとあれだね、チームラボとかね、そうだね、豊洲だっけ、うん、ね、ココちゃんが連れてってくれたんですよ、なんか体験できる美術館じゃないですけど、うん、なんかそういうやつで、うん、めっちゃ癒された、でね、そう、それをね、うん、このラジオでも以前お話ししたのよ、うんうん、したら、なるほど行ってみるって言って、あのそれ以降訪れてくれた、うんうん、あの感想のメールと一緒に訪れたよっていう写真も一緒に送ってきてくださったり、中にはのろけも兼ねて彼女と一緒に行ってきましたっていう、そういう人たちもいるのね、もう来てニヤニヤしたいや、でもあそこカップルにもすごいいいよね、友達はもちろんね、うん、まあ私たちは夫婦なのでね、はい、あの楽しんでめっちゃ楽しかった、キャッキャウフフしてきましたよ、ね、そう、お水を使ったなんかイルミネーションじゃないけど ね、見せ方があるのもすごい斬新だし、大きい風船みたいなのあったり ね、すごく楽しかったんだけど、うん、これまで二人で遊んだ時に印象的だったエピソードは、え、毎回楽しいからな、私どれも印象深いからどれって言われると難しい、ね、一番って言われると難しいな、私でもね、うん、一緒にいるのも毎回印象的なんだけど、個人的に思っていてパッと思い浮かんだのは、うん、以前あの静カフェっていう番組で、うんうん、あのその番組の最終回のゲストに呼んでもらったじゃない、うんうん、でその時に勝手に自分からコーナーを作って、あの石上静香の好きなところ100っていう、やったね、あれびっくりしたわ、なんかこう100個好きなことが書ける本があって、うん、それに100個ズッチの好きなところを書いてプレゼントしたんだけど、うん、それを家で書いている自分を今思い出した、印象深いっていうと、そう、100個ってなかなか大変でしょって、いやもう130個40個ぐらい浮かんだから全然足りなかったみたいなこと言ってた、ね、3時間でかけて余裕だったとか言ってね、気になる人はぜひそちらもチェックしてみてください、そうですね、可愛いココちゃんが見れます、いやあとは、あ、そう、今後ねやってみたいことはって書かれてて、だからズッチと前、うん、京都行ってみたいねって話をしてたから、だから冒頭にね、うん、ハートオーケストラさんからもらったそのクローバー牧場の京都の特別牛乳って書いてあるから、うん、ぜひズッチが嫌じゃなければ、うん、行きたい、京都に牛乳を飲みに行きましょう贅沢な旅行行こうはい、という感じでここからはこちらのコーナーをお届けします、うん、小原ニヤニヤタイム、大人気コーナーだじゃあ当たったらいいなこちらはリスナーの皆さんからニヤニヤしたエピソードを送ってもらうコーナーなのですが、うん、今回はズッチがゲストということで、普段ズッチが思っている私小原の好きなところや可愛いなと思っているところなど、うん、時間の許す限りたくさん褒めてもらって、私がニヤニヤしていくコーナーをお届けしたいと思いますと台本に書いてあります。20時間ぐらいもらっていいですかね、それでね、あのまあズッチはね、ああ、まあ、聞いてくれているということなんだけれども、これだけ、この説明だけだとちょっと勘違いしそうなので、うん、あのこういったものなんですよっていうご紹介をしていきたいと思います、うん、はい、ではまずココネーム車椅子の太一さんからいただきました、ありがとうございます、ありがとうございます。ココちゃんこんにちは、こんにちは、家の桜が令和に満開になりました、うん、今は北海道でしか令和の、桜の満開を見られないので何か得した気分です、うん、というメールだった、うん、この方北海道の方だから、うん、桜が咲くのがちょっと遅めなんですって、うん、まあこの方ねちょっと読むのにタイムラグがあったんですけれども、うん、ぜひ読みたいなと思ってちょっと撮っておいたんですよ、うん、あ、写真付きでね、素敵、そう、っていう、これ日常で感じたニヤニヤしたものだったり、うん、あとは
ウリボーさんからいただいたのは、うん、あのインスタグラムで小原さんが上げている写真だったり、うん、石神さん、ニヤニヤしてるわ、ありがとう、うん、石神さんや小賀さんといった仲良しの声優さんとのエピソードが、うん、あの載せられているとニヤニヤしますだとか、うん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 、どうしたのどうしたのだとかどうしたの、ライザルさんからは、うん、あの結婚して、うん、姉が、あの自分には結婚して、うん、あの神奈川に住んでいる姉がいるんですけれども、うん、あの赤ちゃんが、ああ、でも5月の中旬にってことはもう生まれたんだ、おめでとうございます、意外と最近だね、じゃあ、そうそうそう、私にとっては初めての姪っ子なので嬉しいです、うん、だとか、うん、あとはゆりさんからいただいたのだと、うん、あの雑誌の、うん、あのかぐや様を告らせたいって作品のインタビューを受けた時に、うん、あの写真チェキのプレゼントがあったんだけど、うん、あの私のサイン入りチェキが当たった、あーすごーいってことで、だってそれ1枚しかないでしょ、ないよ、すごい、よく当たったね、大切にします、ありがとうございます、好きですって書いてあった、ありがとう私の方が好きだけどなそういったね、こういう日常のニヤニヤするエピソードだから、うん、あのここはね、あの台本通り私が読んだけれども、うん、別にね、ズッチが普段感じたニヤニヤするエピソードで全然構わないんですよ、うん、分かった、じゃあココちゃんの好きなところ言うね、なんだったんだこの時間はいや私もね用意したんですよ、そさ何を冒頭で言ってた、はい、これ好きなところ100 、はい、あ、持ってきたの、私が書いたの、違うよ、私が書いたやつだよ、そこちゃんの100好きなところこれずっと言ってたんですよ、静カフェでも、いや、いつか私がじゃあこれ返すねって言って、なかなかタイミングがなかったんだけど、いや今回超ぴったりなタイミングじゃんと思って書いたんですよ、あとまあささやかながら待って泣きそう、ちょっと待って、私の指は違うよ。ごめんね。ちょっともうそれを待ってて。それぐらいの大きさのなんか箱だったの。そう、これね、私、ファンの方からね、プレゼントでもらったコンペイトーなんですけど、うん、ここのコンペイトーめちゃくちゃ美味しくって、うん、ココちゃんにも食べてもらいたいと思って。あ、で、また買ってくれたの？そう。ただ私がもらった味じゃなくて、そこ本当は牛乳のミルク味のコンペイトーがあったんだけど、何それ、うん、そうでもね、ミルク味ね、本店にしかなくって、うん、本店が京都なの、うん、で、日本に唯一お店があるのが銀座で、うん、銀座にはそのミルク味がなくって、うん、だからちょうどその今の時期にあるミルクティー味をちょっと買ってきた、ありがとう、うん、本当はね、ミルク味あげたかったんだけど、そのミルク味はあれだね、クローバー牧場の牛乳飲みに行くと、そうだね、そう、その時だったらいけるかもしれない場所ちょっと遠いかもしれないけどぜひ食べて、ありがとう、食べてる間に私がじゃあ好きなところを、え、開けて食べていいとかって流れあるね小原好みの好きなところ100、あ、ちょっと待って、あ、すっか、はい、すいません、いやでもね、私もね、これね、正直100個埋めるの大変だろうなと思ったんだけど、大変だったでしょ、もう何日か経って全然余裕だった、私ね、これね、1時間半で書いたわ、え、ちょっと待って1時間半で書いて、あ、あ、これ私2冊書けるなと思ったもん全然2冊書けると思った何個でも言える、まあ一番最初の好きなところはね、やっぱね、声優さんだし声が可愛い、 ありがとうございます、いや、ほんとね、ココちゃんの声好きなんだよね、演技してる声も好きだし、やっぱ地声もすごい可愛いから、でもやっぱね、そのココラジのナチュラルな地声も好きだし、なんだったらね、やっぱね、くくり、やっぱ私の中ではくくりっていう印象が強いから、はい、ねくくり、ね、はい、そういうドジっ子系とかね、可愛い系の声も好きだけど、うん、でもね、たまにそう、やっぱナレーションとかでテレビで聞くと、 あ、やっぱココちゃん本当に声いいなって思う、いやとんでもない、本当に思う、やっぱナレーションのタイトルコールもすごいナチュラルな感じがすごいね、聞いてて心地いい、ありがとう、寝る、やっぱね、羊を数える CD 出してほしい。地声で。キャラじゃなくて。なんかね、言われた、なんか童話を、朗読っていうか読む、いいな、なんか CD を出してくださいとか、うん、お手紙でもらったことあった。いや、本当に合うと思う。本当？羊を数えるやつと、童話を、キャラじゃなくて、小原好みでやってほしい。羊が一匹。あ、いいね。羊が二匹。いいね。後でやってもらっていい？寝ちゃうの？っていうの今いっぱい書いてるからな、あ、まあそれこそね、家族思いのところとか、いやいや、そう、よくやっぱ二人で食事すると、うん、弟の話とか、うん、お父さんお母さんの話をするときの、うん、ココちゃん優しいなって思って、家族の
話をね、そんななんか楽しく言う人ってやっぱ子供だったらできますけど、大人になったらやっぱちょっと気恥ずかしいとかいろいろあるじゃないですか。そこら辺を包み隠さず、本当にこういうとこあるんだよもうみたいな話し方をしてるココちゃんが本当に素敵だなって思うし、何回もココちゃんの前で言うけど、うん、いや本当にお母さんに習いたい。どうやって小原好みを育てたんですかって。そんなことはない。普通に。どう子育てしたらこんないい子が育つんですかって。大したことないんだって本当に。あるんだって。もう家での寝起きを見てごらん。ぼーっとしてたりするんだよ。ココちゃんの私ぼーっとしてたりするんだよ。いいじゃん。いや本当に素敵だなと思う。そこら辺が、いやいやいや、あと、まあ、手が綺麗とか。そんなことないよ。指が細い。そんなことない。もうボコボコなんだよ。ミルクティー食べた？食べてないよ。食べてみて。分かった。このねすごい美味しいんだよ。ちょっとごめんな、聞こえた。うん、なんかコンペイトーの正しい食べ方って噛むらしい。舐めるんじゃないんだって。噛むんだ。そうそうそう、噛んだらその風味とかがふわって出るんだって。あ、なんか本当に結婚指輪が出てきそうなんだよ。ごめんね。今度あげるね、結婚指輪は。待ってるよ。うん、それはコンペイトーなんだけども、うん。あとね、お揃いのものをくれるとか。26番に書いてますけど。そうだね。ね。誕生日にマフラーとかいろいろね、くれたりして、うんうんうん。アクセサリーとかも、あげる、私も持ってるみたいな感じの反応があるのが可愛いなーって。ほんと可愛いなって。いやいやいや。美味しそう。うん。結構厳重にね、包まれてるんですけど。35番には、うん、私がいないとこでも旦那って紹介する。あ、してます。それはしてます。ラジオ以外でも、うん、現場でも、やる。そう、だから、結構、現場で、それこそ、共演はしてるけど、そんな喋ってない子とかが、例えばなんか、よく喋るキャラクター同士になった時って、その時に初めて挨拶するんだけど、うん、あ、なんか何度か現場でご一緒してますけど、よろしくお願いしますって言うと、その人が結構ココちゃんと仲良かったり共演してると、うん、あ、ココちゃんの旦那さんですよねって。いや、もちろん知ってますけど、そっちですごい紹介を受けてますみたいな感じで言われて、ああ、そうなんです、つって。最近だと、私も、プリキュアの現場で、うんうん、安野清野さんと一緒なのね。うんうん、で、清さんって、ぐるぐるがすごく好きで、そうね。放送されてた時もあった、うん、イベントでお会いした時も、せっかく一緒のステージに立てるからって、わざわざご挨拶に来てくださったぐらい、うんうん、すごく素敵な方なんだけど、うん、未だにそのぐるぐるが好きだから、うん、ココちゃんと共演できて嬉しいって話をしてしてくれるから、うん、その時に自然と私ももう癖になってるから、うん、あ、で石神さんとはまだ会ったりとかするの、うん、って聞かれたから、あ、旦那のははいって言ったらえって、あ、そうなんです、石神静香さんは私の旦那っていうことで仲良くしていてって言ったら、全てを察してくれて、うん、あ、そうなんだ、うんって最初にやっぱ旦那ってだけ言うとね、そう、この関係を知ってる人だったらあーってやるけどね、わかんない、ええってなるからね。大丈夫、それ言っちゃって大丈夫みたいになるの。大丈夫じゃん。そうね、ありがたいことに自分が出てない作品でも言うからね。うん。うん、びっくりすると同時にありがたいけど。うん、あ、食べた？うんふん。おいしい？うんふん。あ、コンペイトン噛んだり。おいしいです。そう、すごい風味がいいんですよ。食べてみてください、ぜひ。あとね、服の着こなし方がおしゃれ。そんなことはない。やっぱスタイルがいいよね。身長何センチだっけ ?159。あ、そっか。まあ、160ぐらいか。うん。でも女性声優さんだと、まあ、なんだろう。低い人が結構多い中だとやっぱスタイルがいい方じゃない？どう、なんだろう。そんなことはないと思う。だって。それこそなんか160センチってすごい、なんだろう。フリーサイズが、服が多い中、一番綺麗に着れるじゃん？だよくね、どっかのページにも書いてあるけどね、その、ぐるぐるの時も見たけど、後ろ姿がすごい綺麗だなと思って。視線もいいし、何よりね、足首すっごい細いんですよ。まあ、どこも細いんですけど、だパンツとか着た時に、まあ、本当に細いし、スタイルいいなと思いながらね、見てた。スカートもね、似合うけど、私、パンツ姿結構好き。あ、 ありがとう。うん。もう大丈夫だよ。私がニヤニヤしたことは、ね。あ、50番、はい。心置きなくに呼んでくれたこと。それは、いや、こちらこそありがとう。ありがとう。来てくれて。いや、もうずっと、このラジオを、まだ撮る前、うん、
ラジオ決まったよっていう風にマネージャーさんから言われた時に、真っ先に、あの、いろんなうちの先輩方もソロでラジオをこの文化放送さんでされてるから、なんか、いつか呼べることがあったらいいな。あ、でもまずワンクールで終わらないことを祈ろうと思いながら、大丈夫よ。そう。もしそうなったら、ズッチを呼びたいっていうことは、直接マネージャーさんにも言ってたの。そしたらマネージャーさんも、あの、担当のスタッフさんに言おうかって言われて。そうですね。マネージャーさんね、キャスティング権限ないからね。そう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 。だからずっと言っていたら、本当に叶ってね、ありがとうございます、本当に。これだからまだまだ紹介しきれないやつはぜひ、読んでください。ありがとう。理由がわからなかったら私が逐一説明するから。わかった。ありがとうございます。なんかすごい温かいものと、ケーキの甘い匂いと、あとコンペイトのミルクティーの香りと、私は幸せに包まれていますよ。私のニヤニヤは、それかな今日。よかった。はい。でもそれこそほんとね、さっきメールでニヤニヤタイムのメール探してたココちゃんを旗から見てたら、本当にニヤニヤしてたから、いや本当に嬉しいんだなっていうのがね、伝わってましたよ。皆さん本当にありがとうございます。そしてズッチも本当にありがとうございます。とんでもないです。たくさんニヤニヤできましたか？できました！ありがとうございます！ということで、以上小原ニヤニヤタイムのコーナーでした。お送りしてきました小原好みの心置きなく、お別れの時間が来てしまいました。今回は終わらせたくないけれども、早い、尺の関係で仕方ないのでいきます。この番組では皆さんからのメッセージをお待ちしております。宛先はおはがきの場合、郵便番号 105-8000 に文化放送小原好みの心置きなくまで。メールの場合はココラジアットマーク joqr.net、 ココラジアットマーク joqr.net です。ココラジのスペルは KOKORADI となっております。私への質問、普通歌、コーナー、そしてズッチとのラブラブなエピソードないんですかっていうメールもお待ちしていますよ。まあ次からはね、土はいないんですけれども、はい、あのたくさん読んでいきますのでお待ちしておりますよ。お願いします。ということで、土から何かお知らせはありますか？お、じゃあ6月の下旬だし、ちょっとアニメの宣伝をしてもいいかな。どうぞどうぞ。ですね、7月からヴィンランドサガで主人公の幼少期トルフィンくんと、ダンベル何キロ持てるで上原彩香ちゃん、男女に出会いを求めるのは間違っているだろうか2に知るフローバちゃん、そして4月から、続いておりますフルーツバスケットで木下みなみちゃん、毛玉のゴンジロで前髪誠くん、パウパトロールでチェイスくんなどなどでアニメに出演しておりますので、ぜひそちらもチェックしてください。皆さんメモりましたか？ちゃんとチェックしてね。私はちゃんとゴンジロも見ていますよ。あんな下品なアニメを。ごめんね。そんなことない。いや、ぜひね、ココちゃんにゲストで来てほしい。来たいなぁ。来てほしいわ。来たいなぁ。共演したいわ。共演したい。誰か偉い人を聞いてないかな。偉い人はいっぱい聞いてそうだけどね。はい、ということで、あっという間でしたね。早かった。30分ってあっという間。でしょ、どうだった、うん、足りない。もっとココちゃんニヤニヤさせたい。から、後でプライベートでご飯食べに行こう。よっしゃ。この後ね。はい。私たちののろけ楽しんでいただきましたかね。はい。ということで、そろそろお別れです。ここまでのお相手は、小原好みと石上静香でした。来週のこの時間も心置きなくおしゃべりしていきましょう。バイバーイ。